自分でなんか調節できる。ね、俺さ身長高いから見えてない。ね、何番？何時から待ってるってなってる。1時25分。今何時？25分ぐらい。もう30分くらい待って。40分待ってる。やばい。いいよ、飲んで。いけ。いい、うん、今日言われなかったけどさ、国産レモンだからさ、スプーンがついてて最後このレモン食べてって。めっちゃ美味しそう。え、結構量多くない？うん、わぁ、おとるよさん。食べり方好き。うまい。これさ、朝が前鎌倉で食べたいって言ったやつ。うん、おいしい。シンプル。うん、豆うまい。なんか煮玉結構好きなんだよね。このサラダも全部。うん、まさかね、もうレモン全部かけちゃう。まずはネギ丼を攻めます。辛口結構辛いんじゃない？全然辛くない。本当？うまい？うん。それ何それ？何それ？なんかいつもさ白い紙に巻かれてさキャンディーみたいに出てきたんだけど、削減かな。初デートでユジが真似するから撮って。何？何を真似するって？なんか前に座ってると緊張するって。
してね。植物園もみじもじもじ赤みにゃにゃ熟赤いね、うん、秘密の洞窟では行こう。怖いの？ねえゆじ、うん、どうしてさ、ねえどうしてさ、どうしてねえどうしてさ目が離れてるの？やめた方がいいんだよそういうこと聞くの。俺のセリフね。ニコタマにいる自分おしゃれ。しけるけど。何しけるけど。しけるよ。ポッチチップシバーめっちゃ良かった。ちょっと音流しながらさ。ギャルオじゃん。ミチ、じゃーん。あ。開封の儀式。儀式。これさ、片揚げポテトに似てるよね。あるよ、ゆじと代々木公園で食べた。
俺ならこれ全部バカできちゃった。一緒にだよ。朝霞使うって言ったの。朝霞が食べてるってことは俺が取ってるんだよ。ねえ。